八戸町は、明治二十二年から昭和四年まで、青森県三古郡に存在した町の一つ。現在の八戸市中心街周辺にあたる地域に、あった。なお、後に、長者村と合併しているが、ここにまとめて記述する。八戸町は、明治二十二年の町村政志向により、旧八戸城下と柏崎村の区域、長者村は、田向村、瑠池村、 ぬかずか村、中井林村、石手新井村の区域で誕生した。1901年に、八戸町と長者村が合併しているが、合併の理由として、隣接の地であること、人情風俗が似ていることなどが挙げられている。なお、町村製志港前の大工小区制では、行政区域が、旧八戸城下が、青森県第9大旧大区二小区、柏崎村と、 長者村の区域が第9大区4小区に分類されていた。大正10年頃より合併の動きが起こり始めた。背景には当時ザメ地区の集築がなされ、一帯を漁港から商業港への転換を図る必要性があったことにある。特にサメ村と小中の町が積極的であったのに対して、八の町では合併に対して賛否が分かれていた。 神田修行が反対が多かった奥南派の説得に乗り出し、市政志向へとこぎつけた。八の町役場は、現在の青森銀行八の支店付近にあった。八の町役場以外で、八の町時代の行政関連施設は以下の通りである。八の町はその区域が、現在の中心街地域に留まっていたため、当初は酒造や醤油業、小売業が主だった。 明治10年代時点で、八の町内で最も多い民業が、千部エイヤで140個あった。ついで荒物店91個、大工84個、五福店67個と続く。その後商業の発展により、様々な会社が設立された。八の町三日町、常仙家にそれぞれ郵便局があった。ありがとうございます。